つなのやつ。約束の時間はとっくに過ぎてるってのに全然来やしねえじゃないか。ボス、大変です。たった今イタリアの本部から連絡が。本部？ええ、至急戻ってこいとのこと。お前たち、行くぞ。気に入らなかったのよね。特にその洋服、ダサいったらありゃしない。キャバローネのボスのくせしてお金持ってないの。期待外れ。確かにそうですね。洋服などというものは肉体を包む単なる布切れに過ぎない。大事なのは包まれる側の肉体ですよ。見事な肉体を切り刻んだらどれほど興奮しますかね。はい、決まり。羽馬Dのボンゴレと一緒にあんたもボッコボコにしてあげる。でもかかってらっしゃい。やだ、あ、ムチ、俺に当たってる、当たってる。何やってんですか、ディーノさん。あ、そうか、ディーノさん周りに部下の人がいないから。コントまだ続くわけ？私たちそろそろ始めたいんだけど。でもディーノさん、
うちの体に巻きついて、これじゃ動けない。なんとかしてくださいよ、ディーノさん。かわいそうになっちゃった。私降りた。もう帰ろうっと。私も何やら急にバカバカしくなりました。これで失礼します。ほっときましょうよ。おかげで助かったんですから。え、泣かないでくださいよ。今日はたまたまですってね。